一番やばかったのはその梶原先生のもうパロでやって、ええ、あの少年サンデーでオイラスケバンっていうのをやっていて、同じ雑誌で、柔道参加っていう梶原先生の漫画があって、それのパロデで、ええ、その慎吾の名前をもあの巴落ちんだっていう、巴落ちんだっていう名前にして、ね、親子鮭と言って、ええ、母をここで柔道の、はいはい、激しく目指してるのを、親子鮭とか言ってね、それでとあのその主人公もね、あの頭ぶつけて死んで落ちんだという、あの梶原先生が一番怖い頃ですよね。そうそうそれであの赤塚賞のねと、パーティーがあって、とあのその壇上で、審査員なんでな座ってたら、あの遅れてきた梶原先生がものすごい睨みながら、僕のちょっと睨みながら横に座ってね、うわずっとこうやってですよね、これはかなり怒ってんのこれその時の心境はどんな感じなんですか。これはちょっとやばいから、もうさすがにいろいろ事件を起こしされてましたから、もうそれぐらいの時ちょっと一言、言おうと思って、終わった瞬間にね、パッとその梶原先生の前に行って、すいません、つい悪乗りしましてって、このパルでやっちゃったんですよ先生のって言ったら、え、そんなことあったのって、俺は知らんよって言って、あはははとか言って、ですごくご機嫌、いっぺんにご機嫌になって、ね、いっぺんにチャラになって、そうですね、あの懐入るのうまいからね本当気にしないですよね。これやったら怒られるみたいな発想がないっていうか。そうです、うん、梶原先生との交流って他にあったんですか。梶原先生はね、僕と組みたいっていうのがあって、何度もと一緒にやろうというのを練習通してきて、その都度丁重にお断りしてややこしいことになるぞって。そうそう、でそれでもずっと未練あったみたくて、あのヤングジャンプで小池和夫さんと、花火バズーカって、はいはいはい、最高でした、だからあとすごいの怒って、うちの マネージャー呼び出されて、あの俺とダメでどうして小池がいいんだよって言って、いやあれはあとジャンプの編集長の須波さんっていうのはもう強引に、騙し討ちみたいに やられたんで、騙し討ちだったんですか。確かに騙し討ちに近かったんですけどね、まあそんなような説明して逃げたとか言ってるんですけど、だって基本原作者とは組まないタイプですよね。そうですね、あのその辺もだんだんと緩くしていって、あの自分と違うもの出るんだったらやろうかなとか思うんですけど、編集の人も、原作組まない人だと思ってるらしくてね、なかなか原作の話持ってきてくれないんでね、持ってきてくれたら結構乗るかもしれないんですけど。ちなみに小池和夫先生がマジンガー Z の主題歌を作詞したのはあれはどんな流れだったんですか。それわからないんですね。多分アニメのプロデューサーさんが、さっとやられたんだと思うんですけどね、全然郷先生との関係とかでも何でもなく なくて、当時小池さんもそんなに、原作で有名でなかったんで、誰に任せたのみたいな、そんなにあれしな自分で作ったのにとかねマネージャーやってる兄貴なんかも、俺作りたかったとかね言ってましたけど自分自身が主人公のキャラクターや登場の脇のキャラクターとかいろんなキャラクターに、感情移入してるんですよね、もう一回のうちに何通りの人間にもなってセリフを考えるもんですから、そうやっていってるうちに自然にドラマができて出来上がっていくんですよね。